百獣の王としてブレイクした武井壮さんですが、幼い頃に信じられない生活をしていました。武井さんは一体どんな生活をしていたのでしょうか。今回は武井さんの常人離れしたエピソードなどについてまとめましたので紹介します。武井壮さんのプロフィール。本名武井壮、生年月日1973年5月6日、出身地東京都葛飾区、身長175センチ、血液型 A 型、学歴中央学院大学商学部、所属事務所スペシャリストジャパン。経歴、生い立ち。武井壮さんの父親は美容室を3店舗経営していて、裕福な時期もあったそうですが、様々な事情から借金を抱えることになり、7歳の時に両親が離婚しました。母親は出て行き、父親に引き取られることとなりましたが、父親はよそに家庭を持つようになり、父親も武井さんと兄を置いて家を出て行ってしまいました。その後、武井さんと2歳年上の兄は施設に入ったり、親戚に引き取られることもなく、子供2人で生活を始めます。小学校5年生の時にスポーツで食べていこうと決め、兄弟でアルバイトをしながら生き抜いてきたそうです。当時、武井さんが通っていた中学校では、成績優秀者には入学金と授業料が免除され、月額1万円の奨学金が支給されるという制度がありました。その優秀者に入るために一生懸命勉強し、中学3年間ずっと成績首位をキープし続けました。そんな壮絶な環境で育った武井さんですが、自分を捨てた両親に、生まれてきて自分の足で歩けるようになるまで育ててくれたと感謝しています。憎んでも仕方がない環境なのに、感謝するなんて普通はできないですよね。高校卒業後、神戸学院大学へ進学すると、陸上部に所属し、大学3年生の時に十種競技に転向しました。卒業後はスカウトされた中央学院大学に入学し、十種競技にひたすら打ち込む日々を送りました。2年間で日本一になると決め、アルバイトや遊びには目もくれず、トレーニングに没頭し、その甲斐あって競技歴2年半にして日本陸上競技大会の十種競技で優勝を飾り、宣言通り日本一となりました。卒業後は陸上を辞め、ゴルフ留学をしていたのですが、帰国後、台湾プロ野球リーグで特別コーチを務めると、スポーツトレーナーとして活動を開始します。2010年まで陸上選手、競輪選手、プロゴルファー、プロ野球選手の個人トレーナーを務めていました。まさかの兄との別れ。幼い頃から兄弟2人で一生懸命生きてきた武井さん。兄は認められて褒められたい、人を喜ばせたいという願望から芸能界を目指しました。俳優養成学校に通い、その後坂上忍さんの付き人になりましたが、売れる日を夢見ていた中、22歳の時に小腸がんの末期であることが判明します。当時武井さんはヨーロッパ遠征が迫っていましたが、そのことを知り、行くのを中止しようとします。しかし兄は、俺は大丈夫だから、好きなことをやって頑張ってきな、できるうちにやっておかないといけないことがあるんだから、と消え入りそうな声で後押ししてくれたそうです。その言葉で海外に行き、兄は武井さんが帰国した1週間後、24歳で帰らぬ人となりました。当時大学生だった武井さんは、そんな兄の意思を受け継ぐように、常に全力の男であることを誓うようになります。兄を心の支えに生き、亡くなった後もその思いは変わらず、兄は今でも私を大きく支えてくれています。男は全開、こんな言葉を実践できるのも兄に支えられているからだと感じています。別れは辛かったですが、その出来事が私を今より
もっと高い場所へと導くベースになっているんですね、と語っていました。そして2003年に兄の目指していた芸能界に入りました。その後2006年、西麻布のスポーツバーで牛乳を片手に犬用のガムを噛んで奥歯を鍛えているところを電気グルーヴのピエール滝さんに見出されます。ピエール滝さんが MC を務める番組に準レギュラーとして抜擢され、徐々に知名度を上げていきました。半身不随を自力で完治した武井さんは、実施競技の選手時代、大怪我をして下半身不随となってしまい、医者から一生歩けないと宣告されたそうです。そんな絶望的な宣告を受けながら、武井さんはなんと自力で完治させたのです。その治療法は驚くべきものでした。武井さんは入院中、病院のベッドに寝ながら骨の図鑑書を読んで、骨の仕組みを視覚的に勉強しました。図鑑に載っている骨を見ながら、自分の骨はこうなるだろうと自らに言い聞かせ、自分の骨が治るイメージトレーニングを行ったのです。その考え方もすごく、ストレスで胃潰瘍になるくらいだから、その逆も絶対にいけると本気で信じ、イメージした通りに下半身を動かそうとしたそうです。そんなイメージトレーニングを続けることわずか1ヶ月、本当に骨が元通りになり、下半身不随を治してしまったのです。その後も後遺症など全くなく、実施競技の日本チャンピオンになりました。ちょっと信じられない話ではありますが、武井さんなら治ると本気で信じて治したと思ってしまいますね。睡眠時間は、武井さんはかなりのショートスリーパーであることを明かしています。睡眠時間は1回45分で、それを1日8時間ごとに3回繰り返し、わずか1日135分の睡眠時間しかとっていないといいます。1日の中で体が疲れた時や、クイズ番組などに出演して頭が疲れた時に短時間の睡眠をとるようです。この睡眠方法は6年間にわたって、室内の気温、湿度、寝具の素材、衣服の素材を記録し続け、そのデータをもとに熟睡できてすっきりと目覚められる状態を導いたものでした。その結果、1日で合計すると2時間ちょっとの睡眠時間で快適に活動できるようになったそうです。テレビ番組で武井さんの睡眠を検証した結果、一般的に人が横になってから眠るまで15分くらいかかるところ、武井さんはたった1分で眠りについていることが分かっています。さらに、普通の人が深い睡眠状態に入るまで25分かかるところ、武井さんは14分しかかかっておらず、熟睡するまでのスピードが一般の人よりも何倍も早いことが実証されたのでした。この実証により、1回でまとまった睡眠をとるのではなく、複数回に分けて睡眠する方法を始めたそうです。また、短時間でぐっすり眠れる方法として、猛烈に疲れること、寝室を生まれ育った土地の気温や湿度に設定し、心地いい感覚を作るように心がけることを挙げています。たった2時間の睡眠で1日が過ごせるなんて、時間がたくさんあって羨ましいですね。年収が、バラエティ番組はもちろん、コメンテーターや最近では YouTube などでも活躍している武井さん、その私生活が豪華すぎると話題になっています。自宅はリビングだけで70畳あるタワーマンションで、家賃は100万円以上するそうです。さらに、ランボルギーニやフェラーリ、マクラーレンなど高級車ばかり所有しています。かなり稼いでいることがうかがえる武井さんは、自身の収入について2015年、億万長者っすねと発言していました。当時3年間で3日しか休みがないほど売れていて、最高月収は4000万円から5000万円だと明かしています。
なぜ武井さんはこんなに稼いでいるのでしょうか。実は武井さんの事務所は個人事務所で、出演料などがすべて武井さんの元に入ってくるのです。通常所属事務所の取り分がありますが、個人事務所だとその分も収入になることから、年収が予想以上に高いのだと思われます。しかし個人事務所の場合、仕事を自分個人の力で取りに行かなければならず、マネジメントもすべて自分で行わなければなりません。武井さんは仕事に呼ばれるために一度も出演を断ったことがないそうで、芸能界は横幅勝負と語り、出演する際はしっかりと下調べし、毎日1時間は知らないことや共演者のことを調べる時間を設けるといい、この努力が仕事が途切れない理由のようです。あらゆる分野でマルチに活躍する武井壮さん、常人離れした心身を作り上げたのは、壮絶な生い立ちが関係しているのかもしれませんね。これからの活躍を応援しています。あなたはどう思いましたでしょうか。努力の天才と思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。